はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。3月29日ですね、いよいよ、シーズン開幕しましたので、試合の方やっていきたいと思います。じゃあ早速、出番プレイですね。開幕の先発はイソッチ。一応オーダー見てみますか。ゆずちゃんの方がやる気があるけど、能力的にはそうだな、イソッチに任せたい気はするので、ここの1勝はぜひ取っていきたいですね。さあ、いよいよ開幕戦スタート。投手陣がね、崩れなければ打線ではね、いけると思うんですよね。いよいよプロ野球ペナントレース、パシフィックリーグの開幕。お、来たね来たね、英国紳士。ツーアウトランナー二塁という場面で、めっちゃ振るな。長距離砲エイシ。お、いいね、スピードスターがしかも出てるじゃん。これは一番いい形だぞ。追い込まれてるけど、うん、よく見た。次は五球目投げた。おお、振らされたか。ボール球に手が出てしまいました。二塁。いや、でもまあ形としては悪くないな。あ、松潤。ワンアウトランナー二塁という場面で松田。第9。これはボールでしょう。第2球投げた。このな D あるからな。長打が出れば1点入るんだけど。まあワンアウト使って塁を進めるっていうのも一つあるかもしれないけど。あ、いいんじゃん、ポテンポテン。わあ、さすがに走らないか。おお、いい返球してる。そうだな、もう強振で外野フライを狙ってもいいんだけど。お、いいんじゃん。うわ、打線はね、噛み合ってるよやっぱり。で、松潤は足が速いから三塁まで行くでしょ。てかブロンコこのチームに移籍してたんだいつの間に。あ、そうか、ここでの下位打線か。エンジョーもね、アベレージヒッターだからうまく生かしきれてないよな。ここで1点追加できればかなり大きいんだけど。うん、追い込まれたな。あ、振らされたか。高めのストレート、156キロ結構出るね。ただカラスマスクは能力的にはめっちゃ強いからね。第2球投げました。追加点を期待したいけど。カウンター2ボールノーストライク。あ、今のとこ結構いい球だったんだけどな。第4球をこれ打て、よし。あ、でもセンターか。まあ、とりあえずでも1点先制したんで、あとはこれをね、死守できるかなんですよね。パワフル、この回は2番からの高打順。バッター確定した。あ、そうか、ここは3回だから。とりあえず赤木くんのバッティングを見たら飛ばしましょう。この画面でさ、右にいるブロンコが超気になるんだけどなんかすげえ不自然な絵だよね。赤城は走力 B あるんだ。お、あー、でもダメか。とりあえず3回からじゃあ6回に行きますか。投手見る。お、1点入ってるね。ワンアウトランナー二塁という場面で見ない。第1打席はセンターフライに倒れています。英国選手さすがに出てるな。2球目ストライク。いや、これ開幕取れるんじゃん。追い込んでから投げた。もうカウントはワンボールツーストライクです。よし、よく見ろ。次が4球目。いや、ボールだよ。オーケーオーケー。これ振れ。投げた。お、いった。打った、これは強烈。いった。いや、これ取ったな。いや、今季いけるんじゃん、これ。ようやく最下位脱出できそうだな。このままの調子を維持できればだけど。あとはマジで投手陣だよな。炎上すっからな。1点取られたか。あ、そうか、6回だから投手を見てないっていうか、こいつもホームラン打つな。あ、ポール直撃。いいね、イソッチまだ投げてるね。いや、これ初戦はもらったな。だから6回は6回でいいんだけど、これを9回に持っていって速攻で止めればいいのか。これで通常試合まだか。あ、1点入れられた。ワンアウト3塁か。
危ない。今日はセカンドライナーとセカンドゴロ。犠牲フライでもな、1点返されるけど、あー、これは抜かれたか。やっぱりなんだかんだで点は取られるよな。そっちまだ投げるかってか、ブロンコだし。ブロンコの打撃能力ってどんなんだったっけ。流し打ちを持ってるね。あ、失投したか。これちょっとそろそろ交代した方がいいんじゃないか。いやー、これは追いつかれる可能性があるな。まだ投げるか。まあじゃあちょっとイソッチの投球を見守るか。めっちゃ打たれてるけど、ガスマスク、おお、いいね。さすが1点に抑えた。まあこれはしょうがない。あとはこいつを抑えられるか。一応結構勝ちを持ってるのか、イソッチは。これは大丈夫でしょう。ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウト。いや、やっぱり点はね、取られるね。ヤフオクドームよりお伝えしています。3失点か、6回で。東浜ウエライって誰。これから終盤に入ります。じゃあちょっとパワフル追加点のチャンス。7回ワンアウトランナー2塁という場面でスタート。ここまでヒットは3本。カラスマスクの足の速さならな、帰ってこれると思うんだけどな。チェンジアップ見送ってストライク。バッター追い込まれました。これ打て。よし、センターの正面か。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。英国紳士一発が出てくれれば。投げました。ちょっとチェンジアップでタイミングを外されたか。初球ファールから、この高めは、あ、スライダー外してきたね。バッター追い込まれました。一気に追い込まれたな。これは、うわ、振るか。これを3球三振か。さあここで9回、あれ、米国選手って代打。ただこのままね、逃げ切ってくれればいいんで、最後投げるんだよね。そうすると、あ、投げ切ったわ。おー、3安打、いいね。よし、とりあえずちょっと危ない試合だったけど、初戦取ったな。勝利投手イソッチで、近所、セーブ上げてますね。で、本塁打で、みなぎちゃんと、カリミックスと、まあ、英国紳士がここで打ってくれれば、またさらに違ったんだけれども、まあ、とりあえず、ファンもめっちゃ増えたな。あ、そうだ、柳瀬くん覚醒させてたんだ。ってことはコチヤくんを覚醒させないといけないんだ。これ忘れっかんね、すぐ。球速が3キロ上がって、コントロールが A になってますね。めっちゃ強くなったな。いや、これ柳瀬くん、うちのエースにしたいんだけどな。じゃあ覚醒で、コチヤを上げていきましょう。じゃあ2戦目ですね。今日の先発は、ゆずちゃん。4番が英国紳士、5番がカリミックスと。米国紳士出てねえな。そういうもんなのか。オーダーのね、この采配がいまいち分かんないんですよね。一応ね、前回のオープン戦のスタメンで全員ロックはかけてるんですよ。1軍ロック。パワフル先制のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面で、これめっちゃチャンスじゃん。まあとりあえず進塁だとしていいでしょ。パワフル、なおもチャンスが続きます。第9スピードスターが3番に来てるのか。この流れも悪くないよね。初球ストライクから第2球打ちました。アベレージヒッターさすがだな。これはヒットになります。でスピードスター足が速いから二塁まで行って、これまず打線めっちゃ強力になったな今季。いや、前回のドラフトでめっちゃ強化した甲斐があったな。で、こっからさらに英国紳士が、こいつのね、一発が出てくれるかどうかなんだよね。これは、おお、ギリギリボールか。カウントワンボールワンストライク。まあちょっと見て。さあ4球目、これはいけ。よーし、さすがだ。いや、やっぱ打ってくれるね。いや、この最初の3連戦勝ち越るんじゃん、このままいけば。いや、さらにチャンスは続く。あ、いったっしょ、これ。よーし、
え、何点目これ。お、6点目だ。さらにさらにチャンスだよ。今日早くも2回目のバッターボックス。もうバンデンハークには申し訳ないけど、ここで降板してもらおう。てか6失点してさ、まだ投げさせるんだ。監督も鬼だな。いや、これもう絶対フォアボールになって交代でしょ。もう無理だよ、こいつ投げらんないよ。まだ投げさせるんだ。まあ、ちょっとこいつの降板する姿までは見るか。これでとりあえず犠牲フライ。え、走んないの。走れる人今の交代。走力が F なんだ。あ、これはいいね。よしよしよし、何人帰ってくれる。おお、走ったね。一塁にいたの誰だっけ。走者一掃。てかもう1点で9対0って。さて、ここでまた英国選手。てか打順一巡してんな。まあ、あとはね、みんな自分の成績を上げてくれればいいよ。今日はもう勝ちもらったでしょう。外れたボール、バッターよく見ました。さあ、英国紳士も1回で2ホーマー出れば。ちょっと下を叩いちゃったかな。取りました。これで3アウト。1回の表。まあ、じゃあチャンスはもういいか。とりあえずじゃあ6回に飛ん でチャンスじゃなくて、チャンスは消して6回の投手を見ていきますか。これ止めるのがね、めんどくさいんだよね。これでどう。ホークス追う展開で迎える5回です。まあ、ゆずちゃん頑張ってるね。1塁という場面で今見打った。ファール。ファーストランナーをちらっと見て、ナックルがね、やっぱりどうしてもコントロールがないと結構外れるんでね。カーブとナックルをうまく使って、よし、一発目を持ってるのか。若干怖いけど、この点差はさすがに大丈夫でしょう。ナックルはボール。これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。やっぱね、ナックルがね、入らないんだよね。バッティングカウント、危ない球。いや、これフォアボールになるぞ。ナックル投げすぎでしょ。よかった、振ってくれた。少し迷ったか。ランナースタート、打ちました。ファールボール。いや、そろそろストレートで押してもいいんじゃん。あー、嫉妬したよ。やっぱりこの一発病がね、ちょっとゆずちゃんやっぱり危ないな。まあ、まだ頑張ってるな。まあ、とりあえず飛ぶか。ゲームはこれから後半6回に入ります。6回から9回に行きますか。もう、おお、9対6。これこっちも入れてんな。これどんな試合だよ。第9打ちました。このね、折り辺のミカミックスもね、めっちゃ怖いんだよね。もうすげえ打たれる印象しかないから。第3球を、見た目はね、なんかすんげえかっこいいんだけどさ、見た目だけだからね、このボール。投げました、危ない球。こいつもフォアボールになる。次は5球目、投げました、打ちました。これでもレフトフライでしょ。レフト落下点。ノーマル。てか二塁ランナーがめっちゃ戸惑ってたし。ランナーは2塁、変わりません。第9、投げました。あー、怖い怖い怖い、今のは怖いよ。セカンド右横のフライになりました。セカンド落下点。よし、もう大丈夫でしょう。任せましょう。あ、ブロンコだ。ブロンコのバッティング見る。チャンス B なんだ。これもレフト正面と。 OKOKOK。 さて、最後の9回。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは南。あれ、出番をこれかで、プレイにして高速試合かで、最後抑え出てる。あー、でもウサギちゃん投げてるね。ちょっと点取られそうだけどさ、まあ1点くらいいいでしょう。タイミング合いません。てかウサギちゃんやる気ちょっとねえな。まあよく投げ切ってるよ、これだけのさ赤徳持ってさ。これは1点献上はしょうがない。まあアウトを1つ確実に取りましょう。まあまだまだ点差はあるんで、まあ、いくらね、相手チームがノリノリとはいえ、
スライダーも意外に曲がるな。危ない球。5あるのか。第3球を投げた。これは危ない危ない危ない。ストライク。さあ4球目。さあピシャット。うわー、これ持ってかれたか。伸びた、伸びていった、入った。いやー何失点した。でも点差があるから投げるね。まあ大丈夫でしょ、もう。結局13対8ってさ、どんな試合だったんだよ。さて本日のヒーローは A 氏。いやーさすがだね、打つね。本当に今日は。いやでもこいつが打ってくれなかったらかなり危なかったな。まあでも勝ちは勝ちですからね、今のところまだ負けなし。先発のゆずちゃんが1勝で、国信氏と、森田くんにホームランが出てますね。まあなんかな、結果だけ見るとちょっとな、微妙な試合内容だったんだけど、まあなんとか打線でやっていけそうな気がするな。 T シャツの開発はしませんと。お、来たね、こちやくん。基本的に1くらいずつしか上がんないのか。まあ地道に上げていきますか。じゃあ試合で、ここはちょっと最終戦はスキップして、先発は柳瀬くんですね。お、勝ってるね。てか勝利投手高谷だし、8対6。やっぱり今季はあれかな、点を取って勝ちに行くって、もう失点、多少の失点をものともせず点を取る、そういうチームだな。まあ、これはほかほかでしょ。で、4月に入って、本塁打王記念。英国紳士なんか作ってもいい気がするんだよな。ちょっと作ってみるか。ペナントショップで買うと。英国紳士の T シャツでも作りますか。これ売れなかったらかわいそうだよね。いやでもさすがに本塁打王の T シャツだったら売れるでしょう。よし、調子が上がって、こっからさらに活躍してくれれば。先発は吉田くん。英国紳士も4番は固定だな。ファーストに入ってるな。みなぎちゃんをファーストにした方が安定はするんだけど、まあいいかこれで。負けてるね吉田くん。4対2か。やっぱり点が取れないと負けるな、うちのチームは。基本的に3失点4失点は当たり前だからな。ピッチャー陣がな、もう少し踏ん張ってくれれば楽になるんだけど。今日は宮内くんですね。4対2か。なんか似たような感じだな。これで一応貯金がなくなったのか。そうすると、お、イソッチは期待できるからね。相手の菊池はやる気が絶不調なんで、ここは勝ちたいね、なんとしても。ああ、さすがだね。イソッチもう2勝目か。金城が 3セーブ。早いね。いや今季は本当最下位脱出どころか A クラス入りできるんじゃん。うわ、サンデー毛利が打撲した。ちょっと見てみますか。そうだよね、貯金が2あるのか。まだ1ゲーム差の2ってすげえな。いまだ勝ってない記録だぞこれ。ゆずちゃん、あーゆずちゃん負けたか。てかマリーンズにペトリックなんていたっけ。てか12対0って。どんだけ点取られてんだよ。8本ヒット打って0点か。そりゃみんなファンやめるよな。学校にまで見に来てさ。柳瀬くんはね、もう俺の中で絶対的エースなんで、よし勝ったな。で金城が4セーブ目、英国紳士が3号。あ、デスパイネでももう4号出てるんだ。今季はデスパイネがライバルか。おお、通算100本。早っ。今4年目か。あ、でも1年で30本ずつ打っていけばそんなもんか。てかさ、田中くんのさ、このスタミナ8って。こいつ試合に出れるのいつだよ。何年かかるんだ。打撲から復活と。あ、そうだ、怪我した時はちょっと1軍のロックとか見ておかないと。そのまま固定されちゃってますかね。怪我したら自動的に変わるんだっけ。今回なんか DH でケイトが出てんの。ケイトってどんな能力だったっけ。いまいちね、新人が把握できないんで。あ、守備型の選手か。
え、てかなんでDH で英国紳士1番ファースト、うん、まあいいか。吉田くんが2敗目で英国紳士はただ4号が出てますね。多分今ホームラン王争いデスパイネと同率じゃないですか。山田くんについて成長タイプは早熟のようですと。早熟の方が助かるんだよね。お、いいね、宮内くんの高速シュートが上がった。やっぱね、変化球レベルが上がってくれるとすげえ助かるよね。お、モチベーションアップ活躍できたのか。え、所持金がかなり増えたって売れたってこと？T シャツの売り上げに貢献してくれたのか。で、今の状況は、あ、でも5位か。結構接戦ですね。まあ、A クラス入りが結構接戦なのか。まあ、1試合1試合、大切にやっていきましょう。5位と6位の試合なんで、ここは勝ちたいけどな。宮内くんのやる気がちょっと下がってるな。どうしようかな。校長のゆずちゃんに任せよっかな。てか、うちのピッチャー陣のこのやる気のなさ何なの？イカオとかさ、お前いつ試合に出た？試合に出てないからやる気がないのか。まあいいか、とりあえず今回はゆずちゃんに任せましょう。おお、いいね、ハマったね。で、なぜかイカオがセーブ上げてるし、なんでこうやる気のないやつを出すんだ。もう監督の能力がね、しょぼすぎるからな。判断能力とか多分ないと思うんだよね。今日はファイターズ戦と。あー、いそっちのね、ちょっとこのゼフ調はいただけないんで、柳瀬くんに変えましょう。いや、だって柳瀬くんこれめっちゃ強いっすよね。148の A のスタミナが若干足りないけど、スプリット6のスローカーブ2って任せられるでしょう。そうか、そうすると今日はじゃあ出番プレイでいきますか。イソッチは申し訳ないけど交代させてもらって、柳瀬くんね、これ勝てば3勝目でしょう。いや、今季はかなりいい出だしできてるよ。このままね、好調を、ね、維持できればいいんだけど、大体どっかでこけるからね。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で、この後に高橋圭は足が A だからな。打ちました。ナイスプレー。ここはまあしょうがない。おお、いい守備する。バッターは指名打者 A 氏。さあ、ここで英国紳士が投げました。うん、よく見た。ここはよく選びました。てか、相手大谷か。アウトコース高め、163キロとか。これも外します。めっちゃ速いよな、ストレート。投げました。ボールカウンタースリーボール。てか、これ決定版が出たら大谷とかめっちゃ強くなってそうだな。これまだあの開幕版のデータですからね。5球目ストライク。第6球を投げました。これはおお、よく選んだ。バッターは5番三奈木。三奈木ちゃんもね、持ってけるだけの力はあるんで、ちょっとタイミングが早かったか。第2球投げた。あ、これを振るか。ここでチャンスを。うん、よしよしよし。カウントワンボールツーストライク。あ、早い。いや、さすがのストレートだ。いや、ここはさすが大谷に軍配が上がりましたね。パワフル、この回1番からの1点入れられてるか。左バッターボックスはトップバッターの高橋。ストライク。D やればね、ただホームランはね持っていけると思うんだけど。6回まで行ってピッチャーを見ますか。3回です。バッターは岡。見送ってストライク。スローカーブとスプリットの緩急の差を生かしたピッチングをすればいいと思うんだけど、そういうもんじゃないのかな。もう追い込んでいます。ピッチング術がね、マジで分からんすよね。投げました。多いね。柳瀬3球で仕留めてみせました。第1球、この1点が何で取られたかだよな。あとスタミナか。3回裏でここまで減ってると、やっぱちょっと投げ切るのは厳しいな。スタミナ C は欲しいよね、先発は。追い込んでから第3球を投げました。おお、さすがスプリット。空振り三振。ボール球で仕留めました。ゲームは中盤戦に入ります。さて、ここでバッターはロマンあふれる長距離砲エイシン。第1打席はフォアボール。
投球これから2球目、ニートがな D になればまたさらにホームランを打ってくれる予感がするから。第3球3球目、いいね。タイミング合いません。ボール球からストライクに入ってくるスライダー、あ、これは、わあ、161キロ、振り遅れてるな。バッターは5番ミナギ。第1打席は161キロ、めっちゃ速いよな。第2球投げました、危ない球。第3球は見送ってストライク、高めのストレート、どうしても打てないな。投げました、打った。これもな、流し打ちというよりはどっちかっていうと振り遅れてるからな。バッターは6番カラスマ。パワフル、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー1塁2塁、このチャンスは、あ、1球で仕留められた。掴んでこれで3アウトになります。ちょっと赤木君もうちょっとなんとかしてほしいけど。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターはスター、今日はファーストゴロと三振。ちょっと9回まで望みを託しますか。パワフル、ここはなんとか追いつきたい。エンジョーがね、ちょっとバッティングに期待できないっていうところが、なんとかね、このアベレージヒッターを生かして、なんとかカラスマスクを塁に戻したいんだけど、まあ、そのストレートはしょうがない。第4球を投げた、うわ、速い。さあ5球目打った。いや、今の多分ボール球でしょ、これゲッツーだな。2塁フォースアウト。いやー、てか足を遅う、こいつ。7回の、いや、今日はもう大谷に完敗だな。完封させられるぞこのままだと。はっきりしたボール球、最後に英国紳士、せめて一矢報いろ。ボール、バッターよく見ました。カウンター2ボール。第3球を投げた、危ない球。制球が乱れてきてるか。投球これから4球目、スライダー、ストレートのフォアボール、ストレートのフォアボール。せめて1点は返せ。投げた、ストライク、少し迷ったか。いや、南もね、パワーヒッター広角打法っていう強力な打線なのに。投げた、打ちました、1、2塁間、おお、抜けたか。抜けた。いや、でもこれ、ボールは中継、これもしかすると南、いいバッティングを、同点ありえるぞ。野球は9回からだ。投げた、高め決まってストライク、まずは見送りました。ここで大谷を打ち崩すんだ。いけ、よし、インコース引っ張る、これはいいっしょ。ヒット、帰ってこれるか。一気にホームへ、帰ってきたね。足遅いな、やっぱり。カラスマ、いや、野球は9回からだよ、これいけるよ。ノーアウトランナー、ノーマルくん頼んだよ。ノーマル、今日はここまで3打数1安打。ノーマルってなんか特殊能力持ってたっけ。ストライク、膝元厳しい球でした。投げました、いいんじゃん、よし、打ちました、ファール。次が4球目、投げました。これは見て、これは完全なボール球、まあ、最悪フォアボールで出てもいいけど、これもボール球で振ったか。打ちました、レフト前進してくる、これは犠牲フライ。三塁ランナーはタッチアップ。2点返したけど、ちょっとな、ワンアウトの一塁か。次誰だっけ、バッターはコチヤか。まずは一塁牽制、タッチセーフ。ちょっとな、打順が良くないな。なんとか1番まで回してくれれば。いきなり154キロ、あ、もう完全に大谷のスタミナが切れたな。中田下がっていった、切れていきます、ファール。まだ投げるか。投げました、打った、よし、いいね、いいね、いいね。ライトからセカンドへ、二塁はセーフ。で、9番誰、バッティングです。おお、ダイソー出したね、松潤。一塁に入りました。これが試合を決定づける場面となりそうです。いや、これマジターニングポイントだよ、最後とか。大谷まだ投げるんだ。それが見送ってストライク。そこまで信頼があるんだね、監督の。俺だったら絶対変えるけどね。カウント、もうここまでスタミナ切れてたら。第3球を投げた、打った。おお、全身守備のゲッツーやられた。いや、これは大谷にやられたな。いや、でも最後は熱い試合を繰り広げたけど、7安打完投か。さすがだな、大谷翔平は。いや、このファインプレーもすごかったよな。1勝1敗、柳瀬くんも1勝1敗か。あ、
そうか、みなみちゃんもうミート C あるんだったら別の練習に切り替えても良さそうですね。というところで、現在3位ですね。まあ、あの同率の3位にはなってますけれども、4年目に来て結構いい順位に食い込んでるんで、まあ、このままね進んでいければいいんですけれども、まあどっかでこけそうだなという感じもありますね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。